こんにちは、山本道場のエイジです。はい、須藤優太です。イエーイ。さあ、この間ね、はい、ちょっと山本道場のちょっとスイングを体感してもらって、はい、なんかすっげえ良くなったんですね。すっごい良くなりましたね、はい、ただやっぱちょっと慣れないから、はい、こんなんでいいのっていうのをなかなかラウンドとかではなかなか難しいと思うんで、はい、これからフィードバックというか、はい、まあ練習してみてよかったんだけども、こういうあのミスが出ましたとか、それに対してどうかというのをまあ直して、はい、さらにちょっとあのびっくりするようなフィーリングをね、はい、今日はちょっと授けたいと思います。まだありますか？はい、まだあります楽しみです。まだあるので、ね、はいはい、じゃあちょっと早速やっていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、やってみてどうですか？はい、まず一番は感覚的に自分の、力感、今まで使ってた力感よりも飛んでしまう。これはまあ、視聴者の皆さんにとってはいいことだと思うんですけど、僕の感覚で、僕の自分の感覚よりも飛んでしまうっていうのがやっぱ一番感じたところですかね。あの後にすぐやっぱり力入れてないのに、この力感でこんなに飛んじゃうのっていうところが、まあ、ドライバー対しアイアンにこう一番最初は驚いた感覚かなっていうのは、はい、あります。でやっぱそれにまだ信じられなくて、やっぱ少し自分で手で操作をしちゃったりとか、スイングを作っていって、そうよね、やっぱね、はい、あの右にプッシュアウトしたり、やっぱちょっと左に巻いたりっていうのが出てくるっていう感じですね。やっぱりね、あるのよ。僕も野球やってた時に、はい、やっぱり速い球を投げようと思った時の方が行ってなくて、もうほんまにリラックスして体パッと掘った時、はい、ナイスボールって言われた、っていうね。そうですね、スポーツって結局、はい、これやと思うのね。そうですね。でこれだけでよし、もっとって思うとグッと力入って、そうです、うん、だから本当にね、まあちょっと内容の濃い、はい、レベルの高い話なのかもわからないけれど もうこの前スイングのスポーツというのはいかに手の力を抜くか、うん、もう体のタイミングで、はい、もう腕とクラブはもう遅れてもうこれやったらもう全然当たらへんやんで、パンっていくのが一番理想はね、はいはい、もうそこに向かっていければとにかく緊張してももう手に力さえ入らなければこっちに出ることないから、うん、うん、やっぱり力をここで入れようと思って打ってたら、まあ、緊張すると力の入れる時間帯というかタイミングが変わってくると急に散らかってくるから、はいはい、でももう力はもう別に腕はもう入れませんって言ってたらもうどうせここに力入らないから、緊張はこの辺しても全然大丈夫なんで、うん、なのでちょっと皆さんもまあ究極やけどもまあぜひね、はい、まあ、これをちょっと追求しようと思ってやってもらうと一番いいと思います、うん、で、そうですね、須藤プロはやっぱりこうあのスイングできてるから、まあ、いわゆるすぐそれにこう形に現れやすいから、うん、めちゃくちゃ参考になると思うんで、はい、じゃあちょっといきましょう、はいはい、また通り向いて、うん、はい、いやでもめちゃくちゃちょっと練習を見てめちゃくちゃ腕とクラブがもう遅れてきてるからね。そうですよね、うん、もうねイメージは、ね、すごいんですよ、うん、自分の中ではもう結構確立してきてる、うん、おー、ナイス。これあとでスローとかでもしますけど、はい、もう完全にもうクラブが遅れて、もう手こんなとこやからね。で手っていうのはもう遅れれば遅れるほど、ちょっと考えてください、はいはい、みんな低いところに下ろしたら手が浮き上がりたくないっていうけど、別に手浮き上がらないように別に低いところに下ろす必要はなくて、うん、はい、上げてください、はい、はい、上げるでしょ、はい、じゃあ、はい、切り返してください、切り返して切り返して、手が遅れれば遅れれば遅れればもう絶対低くなってくるから、もう低く下ろすっていう作業は全くしなくていい、低く下ろすイコールこうやりたくなっちゃいますよね、なんかイメージとして。僕はもう今でも多分そうなります、うん、やっぱ低く下ろさなきゃが、うん、こういう風な動きにつながっちゃう感覚はありますよね、うん、置いてくれば低くなる、そう
ここに置いてくれば、そうそうそう。じゃあまず、はい、ビックリマンレッスン。ビックリマンレッスン。ビックリマンレッスン。言っちゃっていいですか、もうビックリマン。はい。はい、今実は、ソダプロの調整これまでもちょっとやりました。はい、でもここの中でまだ言ってない。まあ、一応言ったんだけどまだ言ってない。でこれちょっと今から2つのこと言います。はい。第1のビックリマン、はい、第2のビックリマン、はい、第1のビックリマンは今みたいに手を使わないで、はい、ここの要はもうここにある板というかチョコレートをこのグッと踏み込んだ勢いでこれを折ってほしいの、はい、これがパキッと折れるとこっちに行くんで折れるだけでいいんです折れるだけでいい折れるそう折れるそう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 、はい、でここに今ちょっとボール渡すので、イメージね。ここにボールがこう挟まった状態のまま、はい、そう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 、はい、いく感じ。はい。だいぶ左のお尻も張ってますね。そう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 。ほんで後ろ行ってみる。そう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 。そこが挟まってる限りめちゃくちゃ前傾いけるし。はい。地面つきそうな。そう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 。地面つきそうですよね。そう。でスイング中挟んだままでもいいし、はい、普通にトップ行ってからここでこの勢いでカクッとこうこれを挟む。挟む。そう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 。トップに行ってから。そう。挟む。そうそうそう。そう。挟む。それでちょっと打ってみてください。はい。はい。はい、スイング始まって、うん、トップからそうトップから挟むそう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 おお、うん、いきます挟むそう、はい、おおほう僕が思ってる以上にこれって実は回転を意識しなくてもここに角度ができれば勝手に回転する、はい、いわゆる能動的に回転しようとすればするほど、はいはい、やっぱりちょっとスピンアウトする。でも回転をするんじゃなくて回転になるポイントをやっぱり見つければ、はい、まあそれはどうしたらいいかって言ったらここに角度ができた分必ず体というのはもうこっちへ行く。ここに折れちゃう、うん、折れちゃえばいい。そうそうそう、こっちに勝手に行くってことですね。一発やね。はい、素晴らしい素晴らしい。一発やね。チョコ行ったチョコ折るやつですよね、うんうんうん。こんなやっていいんですね。あ、全然全然。もうそんななってないし。出ました。なってない。そんななってないですよね。はい、これもあるあるですよね。多分、うん、視聴者の皆さんもあると思うんだよな。わ、これやばいな。ちょっと携帯取って。これ今の、うん、今の、うん、めっちゃ気持ちいいですよ、うんうん、打ってて、うんうんうん、はい、で、自分はどんな形になってると思う？僕ですよね、うん、今のフィーリングで、はい、今のフィーリングで、まあ、そう、こう、まあとても変な形よね。はい、これは多分、はい、そうです、うん、はい、僕の中では、はい、はい、行きましょう。じゃあ、これ取ってみてもらいましょう、はい、やっちゃいますよ、はい、結構っやっちゃってください、はい、オーケー。おー、行ってるな、距離も。そこまでだな。前傾変わんないぐらい、ね、変わんない変わんない変わんない。というか前傾ってこれ以外
わし、低い。ほら。低い、抜けるとこも低い。うん、あ、そうか、これが、あ、そうですね、うん、ここが入ってるから。そう。だからこのポイントが、まあ、ほんまポイントって点やけど、もうここが確立してくればしてくるほど、要はこの左足をグッと踏み込む、はい、この衝撃で折れば、自分で折っていくんじゃなくて、はい、この自分がグッと踏み込んだ衝撃で挟む。そう。これですね。そう。ここまでやっていいんだ。やっていい。いや、そんなにならない。人間の体ってめちゃめちゃ不思議で、そうはならない。ならない。ちゃんと。ならないと、この何も、うん、まあ、特にこうボール打ってない、うん、クラブ振ってない状態でやってる形までは絶対いかないと思うんですね。いかない。これが、まあ、うちでよく言うそのスイングっていうのは、スイングの形は物理現象の結果、はい、うん、形を自分で意識していくんじゃなくて、もう物理現象の結果だから、ということだね。さあ、行きましょう。はい、じゃあ、折らせていただきます。ここで踏み込んだ。そう。しかもここが折れてると、すごい自分の中でここに本当、まあ一つの壁じゃないですけど、そうストッパーが作れるのが分かります。いつも山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。そして私のインスタグラムのフォローもお願いします。私のインスタグラムのフォローもお願いします。私のインスタグラムのフォローもお願いします。いいえ、私だけお願いします。私だけお願いします。私だけお願いします。